プロ野球選手はいつも真剣勝負ゆえ、白熱し、乱闘騒ぎを起こす場合もあります。しかし、時には味方同士でも不満を抱くことがあり、頭にくることがあるのです。今回は味方にブチギレ5選を紹介したいと思います。このチャンネルはプロ野球の出来事をまとめたチャンネルです。よかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいです。中日強打が、不甲斐ない投手陣にブチギレ。2019年6月16日、中日対ロッテ戦。この日は中日打線が爆発し、12安打7得点を叩き出した。特に強打選手は、3打点を挙げ、守備でも好守を見せており、このまま行けば間違いなく、強打選手がヒーローインタビューに呼ばれるだろうと思われていた。しかし、5点リード9回裏、誰しもが中日の勝利で終わると思っていた。この回からマウンドに上がった田嶋投手が大乱調で、先頭の鈴木大地選手に、いきなりホームランを打たれると、ワンアウト後、連続四球。たまらず、中日ベンチは守護神のマルティネス投手に交代するも、3本の長短打で、一気に3失点を喫し、あっという間に1点差に。さらに満塁のピンチを作って、ノックアウト。後を継いだロドリゲス投手も、悪い流れを止められず。この回、打者一巡で回ってきた、鈴木大地選手にライト前に打たれ、さよなら負け。この惨状に中日ファンはもちろん、この日のヒーロー候補であった、強打選手もベンチでブチギレ。マリンスタジアムのベンチを蹴り上げ、グローブを投げつけるなど、大荒れで、球場を去ったのでありました。後日、強打選手は、誰かに対して怒りを爆発させたのではなく、負けたことが悔しくて、たまらなかったからああいう、態度に出てしまった、反省しています、と反省の弁を述べている。安倍晋之助、サインミスにブチギレ。2012年10月28日、日本シリーズ第2戦、巨人対日本ハム戦。この試合の先発マウンドに上がったのは、巨人沢村博一。この日の沢村投手は、立ち上がりから余裕がなく、1回表から先頭の陽代官、4番の中田翔が、四球で出塁して西、1、2のピンチ。この場面で、ワンストライクから二塁牽制のサインが出たが、頭が真っ白な沢村投手は、サインを見落とすミスを犯した。これに切れた安倍晋之助は、マウンドに駆け寄り、お前こんな時にサインミスしやがって、と言い、沢村投手の頭を引っ叩いた。そして、落ち着きを取り戻した沢村投手は稲葉選手を一塁ゴロに打ち取った。この試合、沢村投手は8回0点に抑え勝利投手となった。しかし、安倍の怒りは収まらず、試合後、沢村と叫ぶ安倍の大声が響いた。選手が通常使用するロッカー室ではなく、スタッフが使用する第2ロッカー室に呼び出された。殴られるかも。でも、安倍さんなら殴られてもいい。と沢村投手は向かうと、安倍が、ああいう大事な試合で、サインミスなんか、ありえないだろ。どこの大学だ？お前には、徹夜と視野よりも高いものを求めている。だから、厳しくする。安倍の思いを聞き、愛があって、そんな風に思ってくれてることが嬉しかった。と安倍が部屋を去った後も、一人で泣き続けた。マイコラス、小林のキャッチングにブチギレ。2016年8月28日の DeNA 対巨人戦。巨人の先発はマイコラス投手でした。その日は断続的に雨が降っており、2回裏の DeNA の攻撃中に1時間以上試合が中断。このことにイライラが溜まっていたマイコラス投手は試合再開後も、打席でバットを折るなどイライラを爆発させた。6回裏 DeNA の攻撃。ノーアウト1塁で、筒香選手にフォアボールを出すと、マイコラスが激怒。小林のキャッチングがダメだとさらに怒りを爆発させた。鬼のような形相で、小林しっかりミットを止めろ、と激しく注文をつけた。結局この後、倉本選手に同点タイムリーを浴び、マイコラス投手は降板した。マイコラス投手は怒りが収まらず、ベンチで、大暴れし周囲を凍りつかせた。マイコラスは巨人を退団した後、当時のエピソードを語り、小林選手に謝罪をしました。やっぱりミックに言われて、他のピッチャーでも、やっぱりこう、しっかり止めるように、今でも意識してますし、やっぱりそういった細かいところまで、やっぱりすごく意識することができているのは、やっぱり、ね、今あるのはミックのおかげもあると思うんで、
すごい感謝しますけど、はい、小林ほどの努力家にそう言ってもらえるなんて嬉しいね。実はあの日雨で自分のピッチングにイライラしてたんだ。当時は僕もまだまだ未熟だった。だから今は彼に謝りたい。ピッチャーがキャッチャーを怒鳴るなんてありえないことだからね。巨人森福、新人捕手にブチギレ。ソフトバンクから FA で巨人移籍した森福正博。セットアッパーとして期待されたが、開幕から7試合に登板して0勝2敗、防御率 5.40 と散々な結果でした。ここは目立った成績が残せずにいた森福投手は2軍での生活が続きました。その時に問題になったのがキャッチャー佐々木事件です。2軍での試合において支配下登録されたばかりの田中隆也捕手とのサインが決まらず、田中捕手がマウンドに駆け寄った時に頭を殴られる場面が見られた。プロとはいえど相手が支配下登録されたばかりの田中捕手だったため、ちょっとかわいそうでは、試合中に新人捕手に対してする声など驚きの声が上がりました。そして2017年7月25日の巨人対広島戦、森福投手は牽制でアウトにした広島の田中康介選手に中指を立てた衝撃なポーズを取ったのです。森福投手の性格はいろいろと波紋があったようです。ですがこれは何らかのサインではないかとの声もあり、真相はわかりません。平成の怪物松坂大輔、深いところで舐めてるので説教される。平成の怪物と言われた松坂大輔、プロ1年目の5月16日オリックス戦ではイチローとの初対決が話題となり、3打席連続三振と完璧に抑えた。試合後のヒーローインタビューでは、今日で自信から確信に変わりましたと名セリフを語った。イチローはデビュー時から松坂大輔に期待をしていた。その期待からか2006年 WBC 合宿の際、イチローは松坂投手にこのような言葉を投げかけました。打たれても舐めてやってるよ。わかるぞ。何がしょうがない。それ表面的には深いところで舐めてやってるの。舐めてるの。深いところで舐めてやってる松坂投手ですが、今大会3勝を挙げ防御率 1.38 という成績が高く評価され、大会の最優秀選手 MVP に選ばれました。皆さん味方にブチギレ5000どうでしたでしょうか。これからも選手たちは熱いプレーをファンに見せてくれます。少々熱くなりすぎてファンが引くことがあるかもしれませんが、これもプロ野球の醍醐味としてこれからも応援していきましょう。